一人で寿司屋行ってガリ食べて寂しがるやつ、寂しがりやっていきたいと思います。今回寂しがりの実況プレイになりますんでね、よろしくお願いします。さあ始まり始まり戦です。カッコンさあさあカッコンなのさ、カッコンどうなのさ。さあシングルバックスとかいろいろあるけど、カッコンチクタクラックス、チクタクラックス。お、さあ木下友達は福岡市クリッチー召喚。妖怪ウォッチね、一時めっちゃ流行ってましたからね、ほんま面白かったですね。今もやってんのかなって感じなんですけどね、妖怪ウォッチってね。よいしょー、さあ振り子打法をかわしていく。よいしょー、さらに八本足打法、振り子打法からの八本足打法ね。いこう、おっと尾行して交尾申し込みか。よいしょー、キラードストレート、おっとボノーノー。てかもうなんか普通に走っとったらもうファイナルアップやねんけど、何事も何も起こらないままファイナルアップです。さあ振り子打法、さあクラクション履いてったな、あいつ。なるほど、そんな今持ってたんか。あいつわざと待って、俺に赤出てくるんちゃう、消えたな、あいつどこ行った、見えない、雷、何何何何も分からないですけど、スター来てんじゃん、大外にかわすしかないよな。よいしょ、ナイスバックスナイプ、一気に2位上がれ、夢の舞台へ。3位、3テッテッテ2テッテッテウィン、カッコーン。さあ行きましょう、パターテンテンが流行ってんのかな、確かにパターテンテンも強いですからね、本当に。俺はこのこれが好き、空豆がね一番こう安定、曲がりやすさ、ハンドリング効くんで空豆が、だからいいです。行きましょう、なんか軽く感じるのな空豆って、体感ですけど、ターボがかかりやすかったりみたいな、そんな感じ。花ちゃんバギーとかはね、ちょっとターボかかりにくい感じあるんで、イメージとしてね。さあ、おっと危ない。よいしょー。さあ、空中大爆発か、陰水すぎないってわけか。誰も爆発しなかったな。コイン欲しいんでね、もう超大外行くしかないよな、これ。超大外のコイン。痛ーい！団子で直撃しました。コイン集めてそれ全部なくなるっていう。3枚取って3枚落とすっていう。ここでもう一度コイン、あーまたなくなった。おいスターで何回も引いたろうか、ストレス発散で5回ぐらいと停止して当たったろうか。キラー来たよ、ただコイン0枚でのキラーなんでね、伸びあぐねるっていう可能性もあるけど、もうしょうがない、伸びあぐねても使おう。さあコイン1枚取って、よいしょー、まあ想定のとこまで飛んできてくれたね、サンキュー。想定内、動きとしては想定内です。ここまで、ここからまだまだ追い込めると思います。よいしょ、よしよしよし、前が崩れて、あとはあの前の御堂さんが怖いが、コイン取られていく、コイン1枚、いいと思います。だが相手の適当バックスナイプが怖い。ほっ、こっちどうなってる、後ろ誰もな、飛ぶぞ、ミドルスナイプ届いてくれ、届かない、危ね、シングル相手バックス、よし木の位置でかい、流し込んで浮いたーい、けどまああんま変わらんかなとは思うけどな。よし、むしろ伸びるぞ、浮いてー3、2、1、ゴー。さあ 200cc ドルフィン岬なんでね、 200cc のドルフィン岬といえば皆さんご存知の通り、最後のねグライダーがゴールまで飛べるっていう、それをちょっとお見せしますね、俺の実力をもってして。
さあウルトラミテオの爆発力もすごいですからね、 200cc は曲がりきれるかどうかがねやっぱ論点になってきたりするんで、ほっさあ曲がりきれるか、ちょっと曲がりきれなかった、交換してよいしょって、この 200cc ぐらいではここから伸ばせますから、ゴールまでほら飛びすぎ問題っていうね、もういわゆるペンギンの問題とかあったじゃないですか、昔コロコロコミックみたいなやつでね、ペンギンの問題それみたいな感じ、よいしょカッコーン、ベッカムくんってあれやんかな、ペンギンの問題って、そんな感じ、小学校の時よくね呼んでましたから、ほっカッコーン、さらに飛びすぎ問題いきましょう、超上空流し込み気持ちいい、んで終わりかい、人は気分よくさ上空待ってんのに、これ下が行ったら早い説あるような、これジャンプアクションするより、ほっまあ全部アイテム切った方がいいと思うわ、ほっおっとアイテム切っといてよかった、ジャンプアクションで盛り返そう、ただなんかいっぱいおるな、人だらけやぞ、よっしゃいけー、流し込め、よいしょー、3位か、オッケー、3、2、ウィン、クーさあ、さあ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 やな、てれてー、おっとあー今か、え開かなくなったのにさ、守れてないねんけど、あいまちゃん異次元、どういうこと、あいまやったの今、俺なんかなくなるのおかしいやん、直撃すんのやったら両方に判定が当たっていう、あいまやな、お芋、さあ始まる戦が始まるよね、さあ、まあ、コインをちょっとゆっくり回収し、やむを得ずコインをねゆっくり回収しますね、なんかいきなり赤ぶち当てられたんで、でウルトラミテオ爆発させます、カッコン、さあコインやった、よし1個アイテム交換で、危ない危ないギリギリ交換できた、さあ前の人間赤コーラ持ってるからちょっと怖いなっていう意識だけ持っておいて、いやこれ俺の方が早いな、使おうか危険物長寿の疑いや、赤ゴーラ持ってましたから、現行犯現行犯で、赤ゴーラ持ってるんで前の人間、よし全部投げたらナイスであればちょうどダブル取れますよね、お化け使おうか、もう雷回避でもいいと思います、ここでテレサって意外と無敵時間長いからさ、よいしょドン、キラーか後ろ、芋持ってんな、お前こんな狭いところで使うなよ、いやあいつに使われそう、ごめんな、うわーキラーまだ使わへんのかあいつ、キラーついに起動、レースが荒れそうです、おーおーおーおおお、よしカメラよろしく、あかんか、連絡なし、連絡が途絶えている、爆発しろ、よいしょ千番手、3 2ウィンゴー、さあミュージックピケ言うんですかね、さあジェラールピケですね、行きましょう、カコーン、さあサード前の人間2人を追走します、よいしょダブルでバックス、ここなんですけどこういう風に処理してもらったらいいです、はいいいでしょう、はいごめんね、 UMT 出た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 、今一瞬空中で停止したじゃないですか車体が、そっから UMT やからもう反則よな、車体停止したのにさ UMT 出てくるからもうアウトやんな、やっちゃいけないことのラインをしてしまった、ほっカッコーン、ふいえ、さあちょっとお前当たるかなと思ったけど、ごめんな俺が下手くそなせいで、あでも雷はナイス、全員回避なしなんで今回、まあ、テレサが回避するかもしれんけどマップ見た感じ誰も回避してないからさ、ナイス3だとも言い切れない、
よいしょ。おい、空中でターボ爆破させるっていうターボブレイズ。レシラムですね。どいて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 。何してくれとんねん、ほんま。いつまで座るつもりや。さあ、1位離れすぎ問題。離れすぎや。うわー、歯抜けしたこの間さ、歯抜けしたって言ったらさ、親知らず抜いたからお前が歯抜けやみたいなコメントあってめっちゃおもろかったんやけど確かにそうやなと思って歯抜けはお前やみたいな、確かに俺やと思って親知らず抜死して歯抜けは俺やねん。センスのあるコメントあった、ありがとうございます。ほんまね、面白い、いつもコメントありがとうございます、面白いです。よいしょ。凍結の音するよ。よいしょ。まあゴールしてるやろな、行って、まあまあリカバリーあるからどっちにしろ3位かな。あ、何4位になるか。うわー、じゃあウィニングやめてや。3、2、1、ゴー。さあキノピオハーバーコマンドです。ここは周回が長いですからね、かなりどっからでも立ち回りできるんで、こういう場合はね超絶追い込むとかでいいと思うんですよ。ほらいっぱいおるやろ仲間たちが、おそらく追い込み届くんじゃないかなっていう、3段あるんじゃないかな、そういう風に想像してるんで。よし、ご想像ですよねやっぱり。さあスターで、まあスターだと、まあまだ雷はないかな、まだね、まだ1周目後半あたり、まあ早め雷っていうのはあるけど、まあまあまあ一応交換してゆっくり繋いでおきますかバトンを。さあスター使ってたから助かったな、早めに押し上げますか、この展開の場合はいいと思います。パワー出しキノコも持ってるんで、3位で持ち越しとかでも全然いいと思うんでね、うん、このまま持ち越し生産でいこうか。なんか食らっても、まあ、テレサで取られる可能性あるし、雷で落ちる可能性もあるんですけど、その時はその時かなっていう考え方でいいと思うんで、だから2位でこのドパリマキシマドパリキープは強いと思います。トゲゾゴラ来てますよね、譲りあるか、譲り、あーっと雷でパワフル式のこと落としてしまうのは痛いな。さあ優也、優也との一騎打ち、まあでもこっから前張り成立するから、よし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 、キノピオハーバーでの逃げはまあまあ割と強めなんで、そんな鬼のようなショートカットないから、でハーフカットでアイテム取っていく、一応低確率でクラクション狙えるんで、よし。さあここ1個交換して、さあクラクション来た、熱い。でこれ隠し持ってるんで、コイン、あの後ろから見たらさコインしか持ってないと思うやん、でクラクション持ってるってことバレてないから赤打ってこうへんのな多分。よしよしよし、しかも1回でさらに視界をごまかしていく、視界をごまかしてさらにインドリ、トゲゾ来てしまった、でも大丈夫なんですこれが。ただここで防御ないっていうのはきついな、唯一の懸念点、懸念材料。ただ後続がめっちゃ離れてるから楽勝やと思うんですけど、伸びろ、よいしょ、ゴールライン上のストライカー、ナイス。さあ行きましょうよ、ゴー。さあさっさあ、さあファイルサーキットのノーアイテムショートカットを見せましょうか。さあ最近さあなかなか上手くなってきたよね、マリオ切ってさ、最近割と上手くなってきたよね、マリオ切ってさ、いやー上手くなってきてますからね最近マジで。さあダブルテンバックス、いいと思いますよ。さあクラクションか、あかんか、俺跳ねられるのか、よいしょ、うわーもうダメか、あでもコイン7枚あんのか、じゃあ悪くないな、いつの間に取ってたんやろ、気づかんうちにコイン7枚ありました。ジャンプアクション特大ブーメラン、おっしゃ、あいつがブーメラン打ったところ、ただ腹いせブーメラン飛んでくる可能性あるからな、今一発当ててるんで俺、危な、ほい一直線上貫いていくよ。クラクションちょっと疲れたら嫌なんで1個突き放すか、で前の人間ブーメランなんで今回ブーメラン祭りやな。おっと早め雷っていったか、
まあ、ダブル行くようなやつ。じゃあインコースで、赤さんと赤さんのぶつかり合い分かり合えるのか。俺たちもう分かり合われへんな。最悪や今。テンション上がってたのに赤さんと赤さんのぶつかり合いで。これ俺に赤飛んでくるパターンじゃん。勘弁してなお前。キリュウ仕掛け遅らせよ。よいしょー。特に持ってるという連絡はない。よいしょ、ジェットエンジン。さあちょうどここで終わるんで、さらにここでこう、うまい、ブレーキングから処理、 OK、 5位、よし。さあ行きましょう、スターティングメンバー。さあそのラストはねミュートしてやらせていただきます。超絶前より何か成立しています。超絶前やはり、あ、でもあれか、みんなコイン取りに行ったからか。でここで風もらうわ。もらえない、よし、風もらってコインの分はなんとか。なるほど、俺ガソスタ呼ぶの忘れたからか。まあ、でもガソスタここにもあるから、ここにもガソスタあるんで、チャリン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 、8枚いいと思います、いいと思います、いいと思います。よいしょ、ギリギリ、オッケー。なんとか NI を決めていくのアイテムショートカッツ。ほっ、これピンゴールピーチなんてなかなか決まらへんからな、正直。ピンゴールピーチの重量級のスピードに乗せてのアイテムショートカットやらせてもらってるんで、まあでも結構な確率、2分の1以上の確率で決まるかなっていう印象はあるんで、どん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 ノーアイテムショートカットいこうと思います。バナナを直接なすりつけ、バナナ、よしよし、いいよ。ここで UMT、 よいしょ、 OKOKOK、 カッコーン。よし、このまま木野さん残していこう。そしたら最後はノーアイテムショートカットじゃなくても別にいけるんで。って言ってもこの部屋雷よく来るからな。でれれれれれれれ、はいはいはい、れん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 、まあ、これテリサ対策でバナナ持っとくわ。ほっ、仕掛けるか、行きましょう。うわー、テリサ対策が、ワイのテリサ対策が。よいしょ、さあ最後空中伸ばしていきます。最後に火の粉を持ったまま差し返し、よいしょー。ご視聴ありがとうございました。あ、ごめんなさい、ご視聴ありがとうございましたって言ってさ、切るの忘れて無意識にそのまま A ボタン押してもう一回マッチングしたんで、ラストおまけレースいきます。スタート。さあ行きましょう。さあ最後の大負けレース始まり戦ですよね、大負けレース。さあカッコーン。てかさっきのミューズシーンのノーアイテムショートカット俺3回とも決めたからな、すごくね。俺も自分でどうやったかあんま覚えてないんだけど、もう必死になってやってるって感じ。もうその時その時でもう火事場のバカ力みたいな感じでやるしかねえみたいになって、ノーアイテムショートカット3回決めましたからね。まあ、でもコツとしてはね、ピンクオールピーチとか使ってもらったらやりやすいかなと思うわ。俺悪い字であんま決めたことないもん。で悪い字でも俺やり方分かってるから多分悪い字できると思うんだけどな。やり方が結構分かってきた。外から回してニュートラルでポンってするだけやからな。そのニュートラルジャンプができるかどうかやな。そのスティックの動かさずにジャンプできたら結構いける。よいしょー。ミュートシティがね最近好きになってきた。ノーアイテムショートカットできるようになって。さあここはない時ミュージックパークみたいな感じか、エレクトロドリームか。最近マリオカード上手になってきてるからね、毎日やるようになって。よいしょー。さあトゲゾー直撃か、いやかわしてんなやつ。よいしょー。さあここで食らうことで、まあ、リカバリーは成立するんでね。4番手、まあ、トゲゾーボーラーもう一発あり得ると思うから。ああなるほどね。うわ、キノコ消えてんけど、なんで
こっちでキノコ拾おうと思ったのに。よいしょー、てれれてってってってれ。ダブル取れねえよな。キノさん、まあまあまあ結構いいけどな。これキノコ引かれんかったら終わるから濃厚感でいこうかな。キノ2でいいやもん。よいしょ。ほっ、なんでやねー、なんでやねー、なんでやね